こんにちは、すんなり農園の松尾です。無肥料無農薬無効期、そして虫を殺さない無殺生の農業の可能性を研究して日々実証実験をしております。で、今日はですね、10月2日土曜日です。畑平に来ております。で、今日はですね、ちょっと午前中から午後にかけてアクセントさんの田んぼでですね、稲刈り体験をさせていただきました。で、その模様は別途ビデオに上げるんですけども、今日はですね、もうすぐ食糧危機が来ると、こう YouTube 界隈ではですね、いろんな方が言われてるんですけども、それの対策としてですね、先日コメントの方にですね、すごく、有用なコメントをいただいたので、それについてちょっと語ってみたいなと思います。で、その内容っていうのがですね、自然農法、自然栽培、自然的な農法っていうのは、手間がかかって生産性が下がるって言われてるんですよね。で、その生産性を上げるために、こういろんな共生農法とかですね、他にもいろんな農法があるんですけども、そういった中でですね、生産性を上げるっていう方法と、もう一つですね、方法があって、それは人間が食べる量を減らすっていうことです。人間が食べる量を減らす。今ですね、皆さん、ほとんどの方がですね、1日3食食べてると思うんですよ。で、これって朝、昼、晩って3食食べて、で、また朝起きて朝、昼、晩。お腹が空いていようが空いていまいが、だいたい朝、昼、晩にこう、どんどん食べていくと思うんですけども、これがですね、実は体調を悪くしている一番の原因だっていうふうに言われてます。腸って、食べ物が入ってくるとそれを消化するじゃないですか。で、消化して、で、綺麗にして、また入ってきて消化っていうサイクルをしたいんですけども、消化が終わる前にですね、どんどん食べ物が入ってくるので、腸が休まる暇がなくて、で、消化しきれなかった分はですね、体の中って結構あったかいんで、どんどん腐敗していくんですよ。で、その腐敗したのが、例えば宿便とかになって、で、あとは体の水分が足りなくなった時に、こう、大腸から水を吸うんですけども、その時にその汚れた水ですね、汚水を血に変えて、体中に巡らすと。っていうサイクルをしてるらしいので、人間の血っていうのが汚れていきます。で、この汚れた血っていうのが、いろんな病気につながるっていうふうに言われてるんですね。ちょっとあんまり医学的なことを言うと、医学の専門家ではないので、あんまり言わない方がいいかなと思うので、その辺はちょっとぼやかすんですけども、そういうふうにですね、3食食べることによって、体がどんどん悪くなっていくと。ですので、今、割と界隈で流行っているのが、16時間断食っていうですね、朝食を抜く断食があるんです。で、これは朝食べずに昼12時に食べて、夜食べて、夜は9時までに食べて、で、9時から次の昼の12時までの16時間、この時間何も食べないっていう断食なんですね。で、これで何が起きるかっていうと、夜9時に食べたものが、次の日の朝ですね。次の日の朝までと、そこから昼にかけて、腸の中で完全に消化をされます。なので、3食食べてる時みたいですね、こう食べ物がどんどん入ってきて、それが腐敗してしまうっていうことをそこで防ぎながら、摂取する、食べ物の量も減らせる。なので、毎食食べ物を減らす。一般的に言われてるのはカロリーを減らして、3食食べる量を減らしてダイエットするっていう話ではなくて、2食しか食べないと。で、1食分16時間は消化に充てるみたいな感じですね。腸を休めたりとか。腸を活性化させたりとかですね、そういう時間に当てるみたいな、そういう、プチ断食、16時間断食っていうのがあるんですね。で、これを日本人みんながやると、単純計算して、まあ大体、食べる量が3分の2になるんです。3分の2。で、さらにですね、腸の調子が良くなってくると、食べたものをですね、栄養にする力っていうのもどんどんついてくるらしいんですね。なので、今までみたいにこうお腹いっぱい食べなくても満足できるような体になってきて、で、どんどん痩せていきます。で、その痩せるメカニズムもあってですね。で、普通は脳とか、脳って糖分を栄養に しなきゃいけないんで、脳を働かせるには糖分を取らなきゃいけないみたいに言われてるじゃないですか。で、朝食を食べないと、その脳の糖分がなくなるんで頭が働かないんで、朝食を抜いた子供は成績が悪いみたいなですね。テレビでそういう発表もあったりとかしてですね、皆さんそれを信じ込んでると思うんですけども、実はですね、脳っていうのは糖以外にもそのケトン体っていうのを栄養にできるらしいですね。ケトン体。そのケトン体っていうのが何かっていうと、脂肪、体に脂肪ついてますよね。体脂肪。で、その中にあるケトン体っていうのを脳の栄養に変えることができる。だから糖分だけじゃなくてケトン体ができる。で、血中の 糖分が少ないと、その脂肪の中のですね、ケトン体を使って、脳を動かし始めるんで、体がですね、その、
糖分がないっていう状態に慣れてくると、そんなに辛くなくですね、例えば朝食抜きができてくるというふうになるらしいですね。で、自分もですね、今もともとですね、自分77キロ体重があったんですよ。結構太ってですね、でウエストも90センチぐらいあったんですよ。で、今はですね、体重56キロでウエストが 72.9 センチっていうですね、超スリムなおじさんになってしまいました。お兄さんになってしまいました。で、それはですね、自分の場合は、1年ぐらいですね、月曜断食っていう、1日何も食べないという断食をやったんですね。で、それで断食をして、77キロから56キロまで痩せて、で、その後は、ずっと1年ぐらい普通に食べてたんですけども、つい、2ヶ月ぐらい前からですね、16時間断食っていうのを始めました。それをするとですね、結構最初のうちはですね、朝めっちゃ辛いんですよ。ご飯食べたくて、仕事中もですね、ずっとご飯のことばっかり考えて、で、何食べよっかな、何食べよっかな、みたいな、頭も回んないな、みたいな、なってたんですけども、最近はですね、本当にもう食べなくても平気。なので、脂肪中のケトン体が脳に行くように、ちゃんとなってきたと。なので、ぜひですね、朝食抜き、16時間断食っていうのをして、1日2食にする。で、そのことによって、食料の消費量が減って、食料の消費量が減ると、母数が減るんで、食料廃棄も減ると思うんですね。みんなのために準備しておく食べ物っていうのがいらなくなるので、日本人が全員2食になれば、その分、食料生産が必要なくなるんで、食料廃棄も減るはず。で、この2食っていうのはですね、実は江戸時代の中期ぐらいまではみんな2食だったらしいんですよね。江戸時代の超大金持ちの裕福な人だけが3食を食べる。それがだんだんですね、明治になって、こう、西洋の文化とかが入ってきたりして、日本人もですね、3食食べるようになったと。で、さらにですね、戦後、いろんなアメリカの政策とかで、こう、小麦とか牛乳とかですね、牛肉とか、バターとか、チーズとかですね、そういうものが入ってくるようになって、日本人の体に合わないようなものが3食どん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 食べるんで、みんながブヨ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 太ってきてて、結構みんなひどいですよね。40過ぎたおじさんとか、もうお腹こんななってるじゃないですか。自分もこの前まであの状態だったんですけども、断食、ファスティングですね。断食、ファスティングっていうのをして、その胃腸の調子を良くすることによって、体も健康になると。で、食費もかからない。食料生産も多くなくていい。食料廃棄物も減る。みたいなですね。なので、自然農法でも食料生産が賄える。みたいな。そういうですね、論法にならないかなーなんて最近思ってるんですよね。なので、ぜひですね、1日2食みたいなのをですね、やってみてください。1日2食。しかも16時間空けるっていうですね、断食をやってみてください。そしたらですね、こんなスリムな体になること、間違いなしです。で、さらにですね、腸内の環境も良くなるし、脂肪に溜まったものも脳の栄養になる。っていうことで、いいことづくめの16時間ダイエット。日本人総1日2食化計画っていうのをですね、進めたいなと思ってます。はい。自然野菜は生産性が低くても、みんなが2食にすれば、いけるということで、いかがでしょうか。というのが、今日のお話でした。はい。あともう一個あって、人間って空腹を感じると、長寿遺伝子みたいなのが活性化するらしいんですよ。なんか、なんとかっていうやつ。サーキュイン遺伝子みたいなのが活性化して、通常食べさせてたマウスとネズミですね。で、半分の量だけ食べさせてたマウスっていうのを、寿命をこう、実験で調べたらしいんですね。そしたら、半分しか食べないネズミが、通常食べてるネズミの2倍長生きしたらしいんですよ。で、これって、半分しか食べないっていうんじゃなくて、こっち半分の子が普通で、いつもの子が2倍食ってたんじゃないか、みたいな感じらしいんですよね。なので、人間もですね、3食食べるって本当にもう食べ過ぎと思いませんか？で、さらにおやつも食べるし、3時のおやつも食べるし、子供なんか10時のおやつも食べて、あとは1日中ジュースとか飲んでですね、ずっと糖分を取り続けるみたいなですね、そういうですね、ことをせずに長寿になると。で、腹8分目、医者いらず。腹6分目、老いを忘れる。腹4分目、神になる。そういう言葉もあるらしいので、自分はですね、ちょっと神になりたくて、今1日1食を目指してるんですけど、ちょっとまだそこまでですね、精神が来たわってないので、とりあえず、老いを忘れようと。ということでですね、1日2食を今やってみてます。なので、今ちょっと白髪が生えてきてるんですけども、これもですね、全部黒い髪になって、で、もっとですね、もっとスリム、もっとムキムキになっていきたいなと思っております。はい！じゃあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが気に入っていただけた方はですね、ぜひチャンネル登録していただいて、で、あとはその16時間断食をですね、ぜひ始めてみてください。よろしくお願いします。
じゃあ失礼します。